さあ、今回はオーストラリア戦ハイライト振り返っていきましょう。比江島選手のね、このパス良かったですね。これをもう少し中盤でもこういう形があれば、これはブロックされましたけど、こういう形がもう少しあれば良かったなと思いましたね。はい、こういう難しいシュートを決めきる比江島選手、さすがでした。そしてタカちゃん、この試合ももうフル稼働でした。本当にもうラストサムライというね、あだ名がふさわしい。そして、我々日本バスケファンとしては富樫選手のね、こういうプレーは嬉しかったなと。富樫選手が、オンファイアしましたね。はい、結果3ポイント4本決めましたよね。頼れるキャプテンという感じでしたね。さすがの富樫選手でした。そして大黒柱渡辺裕太選手も、もう本当に全プレーがさすがでした。この難しいレイアップを決め切り、ね、やっぱ得意の、コーナースリーもしっかりでしたね。渡辺選手も、25得点以上ぐらいですかね、の、ね、大活躍でしたから、さすがでした。これ馬場選手のスピード、はい、本当にもう世界でも速いなというね、馬場選手、このスリーも決めてますし、途中のターンオーバーなんかがもう少しなければもっとプレータイムもあったんかなというところで、ここ嬉しかったですね。クックスにダンクやられたと思ったらすぐ、ホーキンソン選手が走ってて、まさにトランジションバスケね、もう一番いい形でやり返してくれたんで、やられたと思ったけどやり返したっていう気持ちよさがありました。そしてここもまたホーキンソン選手、こちら難しいシュート、難しい距離、このこれぐらいの距離感って難しいんですよ。でも綺麗にうまいことね決めてますね。はい、こちらも、河村選手ですね。本当にやっぱ河村選手、世界から、かなり注目を今浴びてるそうです。はい、何チームか興味を示しているということですから、下手したら今シーズンなんかオファーあるかもですよね。海外挑戦に関してはね、オプションがついているらしいので。さあ、そして、これは富永選手のね、ペネトレートでしたけども、スリーポイントだけじゃなくこういうプレーもできるんだぞというのはね、富永選手の今後の活躍に相当関わってくると思いますが、大事ですし、このパフォーマンス、ご自身のシュートじゃない渡辺選手のシュートでも、もう入る前に確信してね手を広げるという、ああいうところが可愛いですよね。この富樫選手のシュートは興奮しました。得失点差が大事でしたので、最後の最後まで攻め切った日本でしたが、結局は20点近いリードを、常に取られてしまいました。まあやっぱ強かったですね。はい、でも本当になんか日本バスケのなんかレベルの上がってるのが、オーストラリアがここまで最後まで本気でやってくれたっていうのは、来るとこまで来たなという、はい、感じがしましたね。ワールドカップ一次リーグ進出、別のグループやったらあったんちゃうかなと思ってしまいますよね。ね、そこを言ってもしょうがないんですが、今回のワールドカップで扉が開いたようなイメージなんですね。歩き出すのはこっからなんかなと、はい、勝手に思っております。だからパリオリンピックの出場権をかけたアジア1位を取る戦いが始まります。ベネズエラね、これを落としているようでは、日本バスケのレベルであれば、それはちょっとがっかりしてしまいますよね。ベネズエラには勝ってほしいなと。そして、ベネズエラ戦の後は、また中1日で、カーボベルデ戦でございます。練習試合ではなく1次リーグのスロベニアに15点差ですから、かなりの実力があるんじゃないかなと。互角ぐらいの実力があるんじゃないかな。はい、この2戦をしっかり勝ち切って、アジア最上位を取って、パリオリンピックへの出場権を獲得し、世界バスケの強豪国の仲間入りを果たし、素晴らしい道を歩み始めてほしいなと思った、次第でございます。Able to move their feet quickly enough, and Kalmura once again. We're talking about his defensive prowess. Is in. We're going to have to get something away. They get it away, and they once again. Tominaga, Inglis, and now the lob. It had to happen. Wimby
young man is. Look at this. Way up there. Just get it anywhere close to the rim and you know what's going to happen. Doncic spins, gets in, puts it up, and it's good.